こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、夕方潜水艦が12番艦まで進水式を迎えた。無論、通常動力型潜水艦ではトップだろうと考えられる。最後11番艦と12番艦には最新鋭の性能が搭載されている。次期潜水艦計画も見えてきたが、以前進水式を迎えるまでは何もわかっていない。次期潜水艦には何よりもイージス艦と同じように迎撃性能を搭載するとより抑止力効果はあると考えられる。迎撃ミサイルを搭載することによって周辺国も日本の潜水艦が脅威となるであろう。だが今現在でも最強となる雄竜潜水艦の誕生を少し紹介しよう。海上自衛隊の最新鋭潜水艦は何かといえば、そう、夕方最終の12番艦である東竜であり、2019年に進水し、就役に向けた準備が今まさに進められている段階にある。東竜は、一つ前の11番艦、雄竜と同様に、それまでの、そう、夕方潜水艦とは異なる機関部を持ち、実用化された潜水艦としては、世界初のリチウムイオン電池の搭載艦だ。このディーゼルエンジンとリチウムイオン電池の組み合わせによる推進機関が、画期的な技術だと注目を集めたことは記憶に新しいが、それまでとの相違点はどこにあるのだろうか。雄竜以前の双竜型潜水艦は、ディーゼルエンジンとスターリングエンジン、鉛の蓄電池とモーターの3種の動力源を採用し、非待機依存型機関を持たせた艦だった。これが、雄竜、東竜では鉛の蓄電池をリチウムイオン電池に変更したことで、実用に耐えうる連続航行時間、距離を確保し、それまでのスターリングエンジンを廃止できた。スターリングエンジンも水中での動力を確保する目的で採用されてきた仕組みだったが、これを廃止して久し、従来の動力性能を大幅に上回ることに成功したことが評価されているのだ。世界の潜水艦の動力源としては、こうした日本の海上自衛隊における通常動力型と、アメリカやロシア、中国など大規模な海軍を有する国に多い原子力推進型に大別されている。この2つの推進方式を比較した場合、航続距離や連続航行時間などの性能においては、燃料補給が半永久的に不要な原子力推進型が、一歩リードしていることは事実だろう。また、原子力推進型は出力にも優れていることから、水中の速度が時速30ノット以上の高速に達するとされており、雄竜の推定時速20ノット以上を上回るとも言われてれる。ただし一部には雄竜もこの時速30ノットにほど近い数値を発揮すると指摘する声もあり、正確な数値が公表されていない現状では、どちらもあくまで想定の域を出ない。反面、敵の対潜哨戒網をくぐり抜けるという意味では、雄竜のような水中航行時に蓄電池を使ったモーター駆動は、原子力推進型よりも高い静粛性を発揮すると言われている。これは、原子力推進型の潜水艦は水中航行時でも機関を停止することが不可能なためであり、そのために
稼働音がどうしても発生することに、その意味では構造上の弱点と考えられている。さらに潜水艦の高い静粛性の実現には、設計から使用する素材、その加工精度まで高い技術力とノウハウが求められることもあり、一朝一夕での実現は困難な分野となっている。このため、通常動力型から原子力推進型まで実に60隻以上の潜水艦を保有している中国海軍だが、その静粛性は乏しく、日本の自衛隊側はそれらの行動を補完単位で識別しているとめされている。さて、オウリュウの性能という部分に話を戻せば、リチウムイオン電池を採用したことによるメリットは実に多岐にわたるものだということができそうだ。まず、第一には、リチウムイオン電池自体が持つ容量の大きさが挙げられ、従来の鉛製の蓄電池と比較した場合、単純計算でも倍以上の効率を発揮する点が特筆に値するだろう。同時に、リチウムイオン電池は充電時間も短いものとなっており、充電に必要なディーゼルエンジンを使用した水上航行時の時間を短縮可能であり、敵の探索から逃れやすい利点がある。さらに、オウリュウ以前の潜水艦で水中用の補助動力として採用されてきたスターリングエンジンは、大きさの割に非力でスペース効率が低い難点があったが、これを不要にできたことも大きい。このことは、限られた艦内空間を有効利用しなくてはならない潜水艦の設計にとって非常に有効であり、そう、流型で毎級より悪化したとも言われていた。スペースの改善が行えるだろう。単純にスターリングエンジンを撤去したスペースを他の用途に使用できる可能性や、その部分にリチウムイオン電池を搭載すれば、さらなる航続距離や水中での連続航行も期待できる。本来、海上自衛隊の潜水艦は日本本土から遠く離れた遠洋での運用までは想定されていないとも言えるが、これまでの主要な海峡防衛用途に加え、新たな戦術、戦略を取ることも可能とするだろう。これは南シナ海への潜水艦派遣をすでに15年以上前から実施していたと明かしたこととも無関係ではなく、中国海軍の同海域での作戦行動を牽制する強力な抑止力になるものと考えられる。反面、海上自衛隊の潜水艦は国是としての専守防衛の絡みもあり、兵装は監視の魚雷発射艦のみであり、他国の多水艦に見られる垂直発射型 VLS は採用されていない。武器輸出が事実上解禁され、世界の市場において日本の潜水艦をアピールする場合に限ってみれば、この汎用性の低さはニーズとしては問題だと言えるかもしれない。